オラ、ファイナルファンタジー15ディレクターの田畑です。中南米のファイナルファンタジーファンの皆さん、いつも応援どうもありがとうございます。昨年私はファイナルファンタジータイプ 0HD のプロモーションの一環で初めてメキシコを訪問しました。そこでメキシコのゲームメディアの皆さんを通じて、メキシコのゲームファンの熱心さというものを知ることができました。そのメキシコのゲームファン、そして中南米のゲームファンの熱心さに何か我々も応えられないかということを、それからずっと考えていましたが、この度ファイナルファンタジー15では中南米のスペイン語とブラジルのポルトガル語にテキストローカライズしたバージョンを発売することを決定しました。ファイナルファンタジーの体験の中で物語という要素は非常に重要なので、その重要な物語をネイティブの言語で、中南米の皆さんにも楽しんでいただきたいというふうに考えています。現在ローカライズパートナーとともに、この2つの言語に対するローカライズを最高のものにすべく進めていますので、どうか発売を楽しみにお待ちください。3月31日に開催されますアンカーバードファイナルファンタジー15にて、さらに多くのエキサイティングな情報をお届けしますので、こちらのイベントの様子もどうか、生放送でご覧になってください。ファイナルファンタジー15を今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。